いうことで、まあ、タイトルコールいきますか。うん、はい、クレイジーな夜更かし、夜更かし。新人がすごく入ってきてくれてるんですけど、こう堅苦しい感じいらないですか？まあ、全然普通でいいよ。まあまあ、背景が背景だから。背景まあまあまあクレイジーグループだし、とりあえずなんかね、最近入ってきてくれたこの2人、司くんと、ケイジくん、MC 変わってもらってもいいですか？俺ね。そういえば、まあ2人いるんでね、まあ今日紹介していこうみたいな感じなんですよね。ね、絶対30分持たないっていう話を持たせるよ。持たせる。新人紹介で、ね、いつもの30分よりちゃんとできそうな30分になりそうだから。確かに、うん。久しぶりに。久々生で見た。うん、まあまあ、ね、そんな感じなんですけどもね。うん、ドロップ行っても初回行けますか。締めだ。一回紹介。自己紹介から入ってさ、確かに、うん、まあまあ、はい、じゃあつかさからいく、つかさからいきますか、うん、はい、リップスでつかさです。よいしょ、お願いします。年23歳です。お23歳、若い。入店して今2ヶ月目。そうですね、2ヶ月目です。うん、お願いします。お願いします。どこ出身？沖縄です。よっしゃ、ランクルナイサー。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 シーサー、シーサー。イチャリバーサーサーゴヤーサーサーサーゴヤーでさ、引き続いてね。はい、続いて、はい、小顔やな。確かに。はじめまして、ケイジです。おー、よいしょよいしょ。アベンジャーズアセンブル。よくわかんない。キャプテンアメリカの。よくないね。やっぱイケメンだね。沖縄です。沖縄じゃないね。嘘つけ。嘘つけ。三重県。うん。三重ホス。三重ホスって三重県すげえ好きだから俺。そうなんすか。伊勢神宮が大好きだから。伊勢神宮は。はいはいはい。そうそれだけだけど。俺ちなみに今の情報初めて聞いた。俺も初めて言った。情報あったっすか？俺も初めて言った。伊勢神宮。伊勢神宮好き。超絶パワースポットだよ。パワースポットですね。俺地元名古屋なんですけど、三重あんまりだからその知らなくて。近いよね、でもね。近いんですよね。近鉄で乗り換えるでしょ。ああ、そうそう。よく知ってますね、北海道なのに。そう、行ったことあるし。僕行きました。なかなか行く機会はないんですけど、三重県。なんかね、三重県どう？三重県なんもないです。マジなんもない。三重県でもう終わらせよ。三重県だ。誰も三重県の話どうでもいい。30分もたせろっていうか。暗闇の中でキャッチボールしますよ。三重県、その伊勢海老ぐらいで終わりやん。何もなかったもんだって。確かに。そう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 。まあ沖縄のが広がりそうっすけどね。いや沖縄でいいね。沖縄、そうっすね。海。あ、沖縄とか言ったらしたらもう近いうち、はい、もううちも社員旅行あるじゃん。そうですね、台湾に。台湾だから一人沖縄から泳いでもらって。あ、泳いでいきます？無理ではないと思います。その会話をね、3時間でも持たせれるっていう自信があるなら30分でまとめて。旅行はね、台湾社員旅行で。ロキムタク今なんか CM してるよね。アイラブ台湾とか言ってるけど、基本キムタク好きじゃない。もうどうでもいいけどね。台湾とかでも何しに行くんだみたいなところあるんですけどね。飯がどうのか聞くっすけど。ローシャオバイ。ローシャオバイローシャオバイっていう美人ドラマーがストリートでやってるんですよ。
美人の女の子の台湾人ドラマ台湾人のドラマ、それはめっちゃ前から見たいと思っとったら、ラッキー台湾うち入ったら、ただいるのかな、います、基本的に今日ねあれだけど、入店してくれた理由も台湾行きたいからって、なるほど、そうだ、ただその理由、もうあらかじめ面接で言っといたよね、うん、台湾行くよ、きっと台湾行ったらもういなくなっちゃうよ、やめてやめてよ、台湾行ったら、じゃあ再来年、やめないで、やめてよっていうのやめないで、やめないでねっていうのやめてよ、じゃあ何で分かんねえ、来年も台湾で、来年も台湾で、いや、もういいわ、まあ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 、っていう感じですね、これ30分無理じゃない、いや、だから、その台湾だの、なんだの、俺らガタガタ言ってるけど、結局は、今日は内容がないよ。内容。だから、まあ、みんなリスナーの人にお題を振ってもらってさ。そうっすね。うん、今日本当忙しくて、打ち合わせ全くしてないです。してない。さっき、上の人から、新人紹介してって、息際にちょっと、20秒くらい説明受けただけなんで、うん、もうほぼノープランっす。あと、うん。うん、まあ、とりあえず連れてきたみたいな、そうっす、何も聞かされてるからそうまあ、行き着いた先が今だよね、そうだね、そう一応出身地のことについて触れてって言われたんですけど、うん、まあ、絶対30分は広がらないです、うん、そう頑張ります、まあ、入店した理由も聞いたところで結局みんな興味ないじゃん絶対興味ないっすか、ね、そうそう、まあ、とりあえず8日に新人イベント、歓迎イベントがあるんで、あ、ね、まあ、うん、そこだけあれですね。だってこれ見てる人結局さ、リップス着てますっていう人ってどれぐらいの、いないでしょ。ちょっと潜りやろ。ちょっとはいると思うんですよ。ちょっとツイッターに流したんで。ちょっとは。そうなんだね。そう、まあ、これから行くみたいな、初回で行こうと思った。うん、これから行くみたいな子はやっぱ多いと思うんで。やったー。じゃあ待ってます。青竹の子かっこいいですねってやっぱ書かれてる。おお、あざっす。ゲージ来た。あざっす。俺も言われたい、うん、僕が仕込んだ桜です、ユーガーも言われ慣れてるからね、いや全然言われないですよ、まあ、カメラアップしてって言われたからもう2人アップしてもらったらいいじゃん、そう、うん、嫌だし、イケメンなら、イケメンならいやだけどいいじゃん、そうバレるバレるリューチェルリューチェルリューチェ ル沖縄だからあ、ここつけないと、あ、分かった、リューチェル似てるって書かれてるやん、リューチェル似てる、アレックリューチェルにアレク、アレクってアレクはまあでも早く馴染んでね、仲良く ね昨日でもね、飯行ったよね、飯行きました、本当に行かせていただきました、なんかケージも今度行こうなんで誘ってくれないなんで誘ってくれない真央さんはどこにいますか店いました、ね、店寝てた朝寝てた、ね、あ、朝5時まで寝てたとても声かけられなかったですお酒とか結構強い、お酒、俺はやっぱ強いかもしれない、もう沖縄男子はもう、もう水道水からお酒出てくるぐらい全然出てきます、ザンパザンパ出てきます、ザンパ男子ザンクロ出てきますから沖縄行きたいです、真央さん沖縄いいっす、行ってきてよ感想聞かせて経費で落としていいですか沖縄俺行ったことあるけど、いい、良かったよね、いや、いいっすよ、やっぱり女性綺麗、あーでもみんな安室ちゃんいると思ってるんですけど、大体宮里藍あ、そう、多いね色黒のホテルの人たちみんなそうだったね、そうですよね、宮里藍系の、宮里藍系のあんま嬉しくない怒られちゃうくっきりじゃない、くっきりしてる、確かに顔が濃いイメージ、ダンスがうまそう、ダパンプじゃねえのダパンプ沖縄だっけ、ダパンプ沖縄、沖縄です、あとスピード、スピード、ね、スピードもそうだ、あ、スピード、あ、違うか、北海道じゃない、スピード、北海道、北海道だっけ、あら、ガッキー、ガッキー、ガッキーね、ガッキー、あ、北海道なの、ガッキー、ガッキーは沖縄で、あー、間違えた、間違えた、クソ可愛いよね、確かに、あたす、そっか、別に内容ないね、とりあえず、来年の社員旅行、国内がいいっす、うん、国内でしょ、俺、北海道と沖縄行ったことなくて、特に北海道に行ってみたいの、行きたいっす、ガイドなんて大したとこじゃねえよ、ないですか、もう出身だけど、もう何もない、もうただ土地広いだけは無駄に、いや、もう海鮮とか死ぬほど食いたくないですか、めっちゃうまいっす、海鮮、もう飽きたっすか、飽きたもう真央さんはもう地元でなんか魚とかわしづかみしてたって、魚とかわしづかみっていうような場所だのね、そういう場所、北海道行きたいっすね、行ったことない、やっぱいいものになれるのは嫌だよね、北海道に住んでるとやっぱ慣れちゃうから、はい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 、わかる、
なんていうの、男心じゃないけど、なんていうの、分かんないかな、この気持ち、まあ、分かんなくもないです。そう、ダメなものに触れながらいいものを食べたい、このなんていうの、気持ち、あいいなぁ、そう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 、うちのおばあちゃんがすごい海鮮が好きで、北海道行ってから北海道が美味しすぎて地元帰ってから食べれなくなっちゃったみたいなっていうのを聞いてた。それほど美味しい、それほどまでにうまいって聞いたらやっぱ行きたいなって思うんですけどね。来年こそ社長を解き伏せて北海道に。北海道ね。もういいじゃないですか、なんか北海道で3泊ぐらいのんびりして帰ったら、なんか3泊できるから、なんか1日でもさ楽しみきれちゃうんだよね、あそこの土地って広い割に広い割に端から端まで行くまでにちょっと多分5日ぐらいかかるからさ。あ、そんなかかるんですか。じゃあほぼ移動っすね。そう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 、かかんねえか5日も。かかんないんだけど。ロシアでも行くんすか。ですね。まあ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 、でも今年はね、台湾なんで。まあちょっとなんかさ、こんな感じでゆるい感じだから、みんなからそのなんか、聞きたいことでも何でもいいよ。そう、あんまり 初登場だから、うん、まあなんか大悟とかね。そうそうそう。あ、でもなんかインスタやってますかとか来てるね、コメント。インスタ、うん、インスタやってますか。あ、インスタの ID とか乗っけてもらっていいんじゃないの。確かに、うん、インスあ、やってるっていうか2人、あ、やってるか。はい。あ、そうだ、やってんの。あ、はい、ちょっと。え、普通のやつ。ほんと普通のやつです。タイから帰ってきました、おかえりなさい。おかえりなさい。おかえり、うん、まあ俺が行くのは台湾だけどね。でもなんで、あのブアカオがいるとこでしょ。ブアカオ、うん、ブアカオサワディーカーとか。シンガポールとか行きたいですね。あ、いいっすね。まあ、シンガポールは楽しかった。行きたいな。全然新人紹介してない。新人紹介してないな。まあまあ、でも探せばあるんじゃない。何だ。ID です。 ID? ツイッターとか。あ、だってこれ結局さ、みんな見てくれてるわけじゃん。ってことはまあ、いつもなんか何千人か見てくれてるわけじゃん、はいはいはい、てか相当だって乗っけたらだって見てくれるってことでしょ。そうっすよね。そう、2、3000ぐらい来てますもんね、毎回。すごっ、すごっ、そんな来てるんですね。そう、暇なんだなって思うもんね。3000人。こんなゴールデンタイムに。金曜日でびっくりするわ。ゴールデンウィークでしょ、しかも。あ、そうっすよね。そうっす。あ、それいいじゃん、みんな何したの。そう、ゴールデンウィーク、うん、終わった。まだ、もう、まあ、もう日曜日では。あ、日曜日で終わり。じゃあ今楽しんでる時期だ。家から出ろもん、みんな。ナイトチューブ見てる場合じゃない。本当に家で遊ばな、お前。うん、家でじゃねえか、外で。家で遊ぶ。そうで、うん、まあ、ほぼ家で遊んでるじゃん、こうなる。うるさいわって、ごめんね。うるせえことしか言えねえんだよ、もう。ネタがなさすぎて。今回はなんかね、10連休とか言われてるよね、確かに。うん、ずる。10連休やばいっすね。そんなに休みやったらだれちゃいそうっすけどね。うん、あ、もう行きたくなくなる。休みってやっぱ長ければいいもんじゃないからね。2日ぐらいでいいっすね、休み。ああ、本当に2日ぐらいでいい。それぐらいでいいっすね。うん、あの、うちのお店も16から、あ、違うか、16から19、うん、あるんですけどね、ここで。16、あ、まあ、3連休 4連休か。そう、だから休みが長いともうだらけちゃうから。俺は使い慣れてない休みを。そう、あー、ゲームとかに走っちゃう。4日で何できるって話じゃない。うん、ゲームじゃないですか。ゲームゲームゲーム4日間必要。どうなの。なんか微妙なんだよね。すげえ長期連休とかもらえたらさ、何でもできるけど。まあまあ、そうっすね。まず免許取りに行きたい。俺免許だよ。ああ、俺も行きたいっす。そうなんですか。え、何ですか。16、あ、違う違う、間違い、なんか違って。若い頃から、そんな、はいはいはい、取りに行くタイミングなかったわけ。ないっすね。 でも、2回、3回行ったの、俺免許、はいはいはい、取りに行こうと思って。はいはいはい。したら、やっぱ無理なんだよね、お酒入っちゃうと。あー、うん、確かに、確かに。そうそう、1回、ちょっと行きたいっすね、免許取り。俺もなくて、もう27なのに、今月で。27だったら、もう必要だよね。ないと逆にって感じなんだけど、うん、もうないから、取りに行きたいですけどね。そうそう、14日あるって言っても14日休みがないよ。なのに4日ぐらいくれるじゃん。だからもう そのシステムやめないみたいな。もう休み、ちょっと1ヶ月ぐらいもう やめてほしいよね。うん、じゃあ何、この後ネタ作ろう。ネタ、うん、急いで。じゃあこの CM 中にちょっとなんかネタください。はい、じゃあ一旦 CM でーす。あと使命がやってきたぞ。しっかりお手様に楽しませよ。面白いことやってよ。Whoa!
君いいじゃん。最近この仕事が好きになってきた。下ネタじゃない。じゃあゴツゴツしてないわそんなに。誰がクラミジアや。やばい病気。やばい病気に。シニアテンション出てくる。そうそうそう。いや大事だけども。ね。みんなこの時間帯はエッチだよね。エッチな気持ちになるでしょ。新人の下ネタ事情でも聞くっすか。新人の下ネタ事情。え？いややめとこう。エッチな話か。聞きたい。聞きたい。いいか食べたら、まあ。でもなんかやっぱゆとりのセックスの仕方はどうなんだろうって気になるよ俺。ゆとりだよね。ゆとりですね。え、23です。23です。23はゆとりでしょ。ゆとりがっつり。土曜日休みだったでしょ。土曜日休みでしたね。土曜日休みでした。違うんですか。あ？え、隔週。それは俺もじゃない。あ、俺どっちも経験してんだわ。多分俺ら世代は隔週じゃないですか。うん、俺なんかさ、うん、土曜日ある人。そうね。で、中学ぐらいから全面的になしになった。ない。小学校の時は隔週で。あと銀の皿からガラスの茶碗に変わった。ああ、そうかもしれないですね。はいはい、で、ブドウから雲が出てこなくなった。ブドウ出なかったっす。ブドウ出なかった北海道だからかな。そうか。あ、ラベンダー。ラベンダー出てこねえよ。おかずにもならん。ラベンダー。香りだけ。香りだけ。銀の皿じゃなかったみんな、給食。じゃあ最初そうですよ。冷凍みかん乗っかっててさ。ああ、ありましたありました。でしょ。はいはいはい。あれに乗せる切ったね、ぶどう。なんかそこらの庭から取ってきたんじゃないみたいな。ぶどうはなかったっす。でもなんか銀の皿に上にご飯乗せると本当にまずく。猫の餌じゃねえぞ銀の皿って。あ、そつろぎ勘違いしないで。いやーみたいな感じじゃない。昼食猫の餌普通に。いやもういい。猫缶食わされてた。どこの学校だよ。どさんこでもねえわ。そう昔そうじゃなかった。だって銀の皿にご飯乗せるとめっちゃまずいんですよね。なんかで牛乳も変わったし。いやそう給食まずかった。あ、俺も嫌いだった、うん、食えねえもんばっか食わせてくれ。いやそうそうね、ほんとに絶対美味しかったでしょ。この若い世代はね、普通に今のザ給食みたいな。宮城県だったら伊勢海老出たりするの。出ないっす。出ないんだ。全然出ないっす。え、三重県のもんないっす。そうなんだ。そんなに、だって沖縄ゴーヤでしょ。出ます、全然出ます。チャンプルー出ます。豚足は豚足はたまに出るかな。豆腐もなんだか豆腐だっけ。でもやっぱり沖縄っぽいやつは出ますね。ジーマミ豆腐出るんすか。出ます出ます。めっちゃいいな。なんか名古屋でもなんか年に2回ぐらいなんか味噌カツ、味噌カツとかウイローとかキシメンみたいな。ウイローって何。ウイロー、ゼリー。なんかっていうんですかね、砂糖がついたらお菓子みたいな。そう、砂糖というか、ちょっと砂糖はついてないけど、なんかゼリーのちょっとまずいバージョンみたいな。まずい。おい、ウイロ嫌いな。ゼリーのまずいバージョン出す。ウイロうまい。うん、ウイロ絶対食わんな。俺嫌いだわ、ウイロは。なんかあんまり。うん。まあ、名古屋そんな好きじゃないわ。まあ、そんなに物もないっすね。そう。さあね、名古屋出身の、やっぱ夜の世界でさ、はいはいはい、名古屋出身の女の子は
かなりね、あ強いですね、あの強いね、悪がすごいんだよ。そうですね、マジで渋垣みたいな女ばっかり。名古屋でやったら名古屋の人怒られるから。いやガが強く多かった。そうガが強い、ね、で名古屋の出身のホストは結構なんか、うん、俺もだけどガが強い人が多くて負けず嫌い、割とそう負けず嫌いの人も多いかも。すげえプライドすごいんだけどもすげえんだよ裏切り方も、それやめてもらっていいですか、俺名古屋だ。そうそうそう、でも名古屋ホストだって俺と大地と咲人と、うん、割りかし頑張ってません。メンズは多分結構ね優しい方だから、優しすぎる上に女の子を調子こかせちゃうみたいな、なんか、そうかもしれないですね、感じなのかな。土地的に男が優しいんだと思う、うん、女の子名古屋レディースダメよ、名古屋レディース強くて、うん、悪強い、間違いないすごい。たまに名古屋やっぱわあ、うん、来るなって感じがある。名古屋来るなでしょ、初回で名古屋って言われたら俺ちっちゃくなるもん。俺も名古屋なのに名古屋やってなるから、地元なのですから、うん、そう、なかなかそうそうそう、特徴があるんですね、そうやって。ちょっと強いかな、うん、もうなまあ言ったらちゃんとねね頑張ってくれたりも、まあまあまあ、まあ、応援してくれる分はあるんだけどもね、負けず嫌いですね、国柄的になのかわかんないですけど、土地柄、土地柄的に、ね、みんな負けず嫌い、そうガツガツ、北海道なんかみんな友達みたいな感じで、リップスタイルみたいな、リップスタイルそうそう、そうですね、北海道ね、土地柄出るよね、やっぱね、いや、出るですね、うん、沖縄とかおおらかそうな感じもする。沖縄、そうですね、おおらかっちゃおおらかですけど、酒飲んだら大変かもしれないですね。あの手段というか、手段でもう、制限効かなくなった時が、リミッター外れた時が大変だと思います。だってヤンキー多いの、だって成人式の盛り上がり方ってやばいですね。あれやばいですね、あれは。俺も髪銀髪にして行きましたから。金髪は想像つかないな、はい、高真白にはいかなかった。白にはいかなかった、ビビビったそこ。銀で整えました。銀の皿だったしね。銀の髪で行ったの。銀の髪ごめんね。俺高校の時銀髪だった、うん、高校で銀髪でなんかもう襟足がもうこの辺ぐらいまであったんですよ。で肌もうめっちゃ焼いてて、いわゆるギャル男ってやつですよ。そうそう、あだ名が名古屋の犬屋さん。これでしょ、これの人でしょ。これの人でしょ。家の柱目指して毎日ヒサロ行ってて、犬屋とか言ってます。名古屋の犬屋だよ。名古屋の犬屋って呼ばれて一回家の柱抜いた気がするもん。家の柱黒さが黒さそれ行きすぎて。あ、ドア、色がね。そうそう、びっくりした。腕の腕力で家の柱抜いたんだと思って。俺どんなんすか。木造建築なんだと思った。リアルエリアじゃないですか。腕の腕力だよね。うん、了解。そう、犬屋さんって言われて。そっかそっかっつってさ、盛り上がりきらんと。なんなんこのなんか終わった後のんびり感。いいよね、でもね。地元の話してって言われたから、うんうん、俺のじゃないんだろうけど。、うん、金髪かっこいいんだ。なんかでも流行りませんでした。俺らは本当万博が終わってなんか今井亮みたいな感じとかじゃないですか、みたいなギャル王みたいな、あの時期だよね、あのメンズエッグが好きなやつだし、あの全略プロフィールとかでさ、自分のこと無駄に主張してたもん。俺も懐かしい、全略クルーズブログとかじゃないですか。あと好きな女のタイプは足細い子って、それタイプじゃねえから、ね、見た目だから、俺バカだ。そんな書ききらんかった。M コミューとかさ、あ、なんかあったっすね。スカなんだっけ、あれ、M コ、スカブ、スカブじゃねえ、なんだか。M コミューめっちゃ古いっすね。今はもうギャルルなんでしょ、一般が。そうですね、うん、分からんけど、うん、サイドにおじさんってやかましいわ。ミクシーももうミクシーは今でもじゃないの。そうですね、今ハズドラもでしょ。ハズドラもだから、そういうゲーム関係がもうあれでしょ。ユウが俺多分この中で一番最年長、うん、今月誕生日なんだよ、27の。あ、そうですね、ユウが誕生日おめでとうだよ。おめでとうございます。おめでとうございます。何でしたっけ、なんかナイトチューブとかぶったらなんか一気しろみたいな感じだったんでしたっけ。被ってんの。いや、わかんないです。どうなんだろう。27?8 ですね。8被ってなければまあ、俺はありがたいけど。いやいや、もういやいや、そのままあげるよ、これ今いや、もう本当にこの代表、うん、俺がトイレ行くとすぐ脅かしてくるから。あ、でもなんかインスタとか
あの普通にあれ乗っけてくれてるんだね。ああ、うん、みんなフォロー、みんなこれ普通に流してたけどさ、俺らこれさそうっすね、うん、みんなこれ検索してよ、お願いします、フォローしてください、お願いします、いいねしてください。魔王おじさんは26だよ今年今月じゃないね、10月かな。そう、うん、もうおじさんって言われるような、ね、おじさんなの、26ってもうおじさんだよね、まあ、おじさんじゃねえよ、若いよ、まだまだ違いますよ、まあ、まだ全然ギンギンでしょ、ギンギン全然ギンギンでしょ。でも10代の元気さはもうないっすね、10代の時の元気さ負けたくない自分はいるじゃん当時に、当時の自分、うん、でも体、気持ちばっかっすね、体ついてて気持ちばっかっすね腰がちょっと小刻みになるぐらいなくらいでしょ、うん、もっと話そう、はい、うん、ビンビン、ビンビンっすね、まだあ、でもそこら辺で話で言ったら、うん、沖縄だもんね、最近やばいかもしれないです、俺これちょっと薬飲もうかなっていう時が、そっち、なんか出てきましたね、もう、なんかもうもうっすよ、早くないかな、もうですよ、カコートンじゃないの、下半身違います、でリアルにでも性欲落ちるのって25ぐらいからな気がするかな、なんか、うん、ちょっとなんかそういうのよりも眠い方が強くなってきちゃうのが25ぐらい、わかるの、全然性欲ないですもん最近いや、そのなんか女性と毎日さ、こうやってありがたいことにさ、まあ、話させても毎日が合コンみたいなもんじゃんまあ、そう、それって一般の男子からするとすごい羨ましいんだと思うんだけど、まあね、逆にまあ女性だって思うことが少なくなるじゃん、女の子だみたいな、免疫がついちゃってみたいな、そうだからなんかね、やっぱ毎日ね、蕎麦食ってるとちょっとうどん食いたくなるんですよね、そうですね、そうっすね、ようなもんなんのかもしれないね、うん、だから贅沢だよ、贅沢病だよ、まあ、贅沢病、確かに、うん、ありがたいっす、うん、そうっすね、ニートの時は性欲あったのに、ちょっと待って、1分前やろ、1分前やっと下ネタに挟んでビンビンかどうかの話して1分前やろこっからスタートだ、急いで、急いでこかなきゃみんなそう、うん、はい、こっからこっから、今月8日に新人のイベントと22日でしたかね、ゆうきプリングマネージャーのバースデー、はい、あと僕は28日リアバーあるんですげえまとめてたお祝いしに来てね、 あ、ちょ、余っちゃったっす余っちゃったね、サネもね詰め込みすぎてちっちゃいところにいろんなところ、いろんなもの詰め込んでそう、ビンビンのまま終わるよ今日は、ビンビンのままで終わります、うん、はい、じゃあみんなさ、そのインスタだのフォローして、ツイッターとかみんなフォローしてよ、お願いします、新人募集中、募集中ですそうだ、求人のこと言ってって言われたの忘れてたまたなありがとうございます、ありがとうございます、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。